大丈夫です。はい、皆さんこんにちは、聴導員大学チャンネルです。で、今回のテーマは楽天モバイルの経営危機ということ で、今あの楽天証券の方かな、あの結構あの高利子で、あの 12% とかすごい高い利子をつけて、あの、まあ、券を発行しているということで、一応これでいくと、あの、まあ、莫大な借金をしてなんとかお金を回しているというような状況に移るから、あの危機じゃないかというような、あの、まあ、噂が立っているんですね。それでその、まあ、楽天モバイルってあの、まあ、参入していったんですけれども、あのなんかその時はあの日本の、まあ、携帯っていうと、あの、まあ、あの au とドコモ、あの、まあ、KDDI になるんですかね、あのでドコモとあのソフトバンクがあの、まあ、取っているんですけれども、あのその3社で割と値段が高いということがあって、そのコストを下げ、あの価格を下げるということで、あの、まあ、もう1社入り込ませるとということで、最初はその、まあ、あの0円みたいな、ね、あのやり方で、あの結構あのこうあの利用者を募っていて、それで割とうまくいってたんですけれども、まあ、ゼロ円期間が過ぎると当然お金が有料になってくるんで、結構辞める人が出てきたわけですね。でそれで結構この、まあ、基地局を維持するのにすごい莫大な費用がかかるから、それをあの補えないんじゃないかというようなことを、まあ、ホリエモンとか結構厳しい状況じゃないかと言ってたりするんですけれども、あのなんかあの結構その危機的に見えて、あの、まあ、三木谷さんってやり方がうまいから他から補填することができるのか、それとも、まああのまあ、倒産するのかという、まあ、話がちらほら出てるんですけれど、結構あの、まあ、ソフトバンクも倒産するかとかいろんな危機が騒がれていたとしても結構生き残っているわけですよね。だからあの、まあそこはなんとか切り抜けるんじゃないかなと思うんですけれども、あのその辺 の楽天のこの、まあ、ビジネスっていうのがガーシー叩きによってあのちょっと目立ち始めて、あのどのような展開を今後していくのかなというのがちょっと注目のところかなと思うんですね。あの結構あの一時あの楽天ってあの優秀な人材をすごく確保できていた時期があるんじゃないかなと思うんですよ。だから東大生が選びたい仕事のベスト5に入ってた時があるんですけれど、まあ、楽天モバイル の、まあ、あのビジネスが悪化していったあの時とか、あとあの、まあ、ガーシーの暴露によってあの三木谷さんの素性っていうのがこうちょっとバレ始めると、そのまあ成功ビジネスの典型のかっこいい経営者からちょっと引きずり下ろされるみたいなものがあって、優秀な社員が集まらなくなるとなかなか運営していくのが厳しくなるという状況もあるのかなと思うんですが、あのどうなんでしょうか。まあ、楽天というのはですね、やはり、まあ、個人商店ですから、個人商店というのはワンマンなんです。でワンマンであって人を上手に集めて人材を要所要所につける、まあ、必要な規模になっちゃったわけ。だから個人商店がいわゆる総合デパートのようにいろんなものをやりだしているその中のモバイル事業もあるわけです。電話インフラを今作ろうとしているわけです。だからそこらがですね、適材適所の担当する人間が辞めてあるわけみんな。それはあの彼はコカイン中毒ですから、人をこの疑うわけ、こいつは俺を裏切るんじゃないかということを、いわゆるこの考え出すと、ものすごくこれをいじめるわけ今度は、で辞めるように追い込んでいくわけ。そうなんですね。それを辞めていく、だから住友から来た副社長をしてた、何これもまあ辞めたんだけど、結局まあいろんな人材を引っ張ってくるみんな辞めるわけ、だから育たないんです、だから今ほとんどが新しいものを
張ってきて育たずに辞められて悪口を言われて、でそれからまあ大会の孤児になってるわけで、一応まああのクラスになると大会人になってるわけです。大会の仲間ができない、孤児になると。だからまあそのみんなそういう新しいそのニューリーダーと称する人たちの中で、まあ、あの上手に泳いで泳ぎきる人もおるわけ、泳ぎきれない可能性が非常に高いのは一つ の, あの泳ぎきったのはあの竹永と組んだ、南部パソナやね、あれは泳ぎきっとるわけ、まあ、いるの関係の一族にもなってるから、しかし中途半端なのは右谷で、やっぱりコカイン中毒の独特の発想でガッといったんだけど、伸びたんだけど、結局その伸びた時の勢力拡大に伴う人材の支えを全部潰してしまったと、人材を潰した大官人として非常にリスクの高い経営に今なってるのは事実だと思います。そうですね。なんかその三木谷さんっていうと、そのアメリカにもあのなんか家があるんでしたっけ、あのアメリカおっただろ前に、資産がなんか結構アメリカにもいっぱいあって、アメリカのなんかグーグル社ともあのそれなりの交流があるという話を聞いたんで、なんかあのその辺のところは割とその要所要所は抑えているのかなというふうに思ったんですけれど、あの それとあとなんかガーシー効果かなんかわからないんですけれど、それまで社員に厳しかった三木谷さんが急に優しくなったというので、あのこう励ましの声をかけるとか、ありがとうというとか、だいぶ態度が変わったみたいなんで、あの一応やっぱりこう会社ってやっぱり立派な人がとりあえずあのいてくれたらで、あの今までまあ致命的な形で育てずにあの立派な人をあの外に追いやってしまったっていうのがあるんですけど、そこが変わればちょっと変わってくるかなとは思うんですが、そう変わらないですかね、人の性格って。なかなか、いやいや今ね、やっぱりあの薬で成り立ってる人は、やはりあの非常に情緒不安定なんですよ。そこは一つの精神病みたいなもので、そのやっぱ頭の構造が薬によって出来上がってるから、やっぱり、落ち着いたものの考え方が出てない。だから常に人を疑うを繰り返してきてるからね。人間は育たないんですよ。だからそこのところは、やっぱりある程度バカにならなきゃ過敏なんですよ。だからちょっとした情報を聞いたことを普通の人間ならば小さい段階で処理できるわけ、消化するわけ、それを小さいものを大きくしてしまって、その大きさのために処理できなくなるわけ、自分の消化能力では解決できないものになっちゃってるから、結局やめさすような、やめられ逃げられるような形になっていくわけ、だからもうそれはもうあの今さら変えられないと思いますよ。コカインにでよってできた能力っていうのは、まあ、APEX のみんなそれは覚醒剤でできた経営者ですから、だってあのパソナの南部は覚醒剤で出来上がってるわけ、もう40年間打ち続けて、だからヒットラーもあのあれコカインでできてるわけ、あの独裁者になってるのは、コカインの力で、だから最後やっぱり破滅になるわけですよ、部下との信頼関係が、だから薬経営者というのはそういうリスクは高いでしょう。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。このところはコメントは来てないですね。